シアター上野は東京都台東区上野中町通りの商店街にあるストリップ劇場。客席数は約30。1995年9月に上野スターミュージックから会場、現在の地に移転して開館。1993年に千葉県松戸市にあったヌード松戸が再開発事業のため立ち退きを余儀なくされ、その経営者が所属タレントとに、 上野スターミュージックに移転した。1995年に上野池の旗立ち旅へ移転し、シアター上野に改称1997年9月21日から新宿 TS ミュージックの系列館になり、所属タレントは移籍した。新宿 TS ミュージックが大阪東洋ショーなどの有名 AV 女優を積極的に出演させるのに対して、 新宿 TS ミュージック所属のストリッパーが多く出演する傾向にある。開館後から6年間は毎日7名が出演していたが現在は進行上6名に制限している。年に数回不定期で開催されるストキャバではステージの合間に場内で種類が振る舞われ当日出演しているストリッパー全員がコンパニオンとして観客を接待する、いわゆる 即席キャバクラのような光景が目にされる。劇場の受付前には、その写真が掲示されている。専属ストリッパーには、鏡のアリスがいるが、彼女は他の劇団にも所属しており、2006年12月現在は、劇団員としての活動に専念している。2021年4月14日、午後0時半ごろ、警視庁による摘発があり、 経営者の55歳の男やダンサーの女ら6人が公然わいせつ容疑で現行犯逮捕された。客は15人だった。客の至近距離で足を開いたり、一定期間、下半身に照明を当てて見せたりするなど下半身を強調する演出が公然わいせつに当たると判断された模様。ありがとうございます。